オマルハンモクシクバイフは、カザフスタンの官僚、会計委員会議長、過去、安全保障会議書記等を務めた、アルマータ州バルハシスキー地区国タル村出身。1975年、アルマータ人民経済大学を卒業。大学卒業後から1979年まで、アルマータ州財務局の専任経済官として、働いた。 1979年4月から1984年7月、バルハシスキー地区のゼリーナ25周年ソフホーズの主任経済官、アルマータ管外地開拓局計画、経済課長。1984年8月から1992年10月、カザフスタン財務省監督、監査総局の監督、監査官、主任監督、監査官、組織監察課長。 副総局長。1991年、市場経済における検査を学ぶため、フランスに留学。財務省監督、監査総局に基づく、国家会計監督委員会の創設と関連して、1992年10月から1993年2月、同委員会の組織、方法論業務局長。1993年2月から1996年2月、 国家会計監督委員会企業農業組織監査局長1996年2月から4月財務省国家間関係局長1996年から1998年会計委員会共和国予算執行監督担当委員1998年から2000年国家汚職対策委員会委員2000年から2002年 カザフスタン共和国安全保障会議副書記。2002年2月、大統領府監督監察局長。2002年7月から2003年6月、安全保障会議書記。2003年6月14日、会計委員会議長。最大、二次を有する、クルメと勲章を受賞。ありがとうございます。